ミルクサッカーアカデミーサッカーをもっと楽しく井上丸でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日もね、感染力アップということですね、うん、いろいろ言っていきましょう。今日はこちらでございますね。どカシマントラズベース川崎フロンターレレビュー、わずか48秒で混乱させた立花田健と立花田支配はいったなと思います。はい、これはね、はい、もうなんかだいぶ前のことのようですけどもね、あの土曜日、そうですね、0-2で川崎が勝った試合でございましたけれどもね、はい、そうですね、はい、あのもちろん鹿島の皆さんとしても、うん、あの一番やっぱり大事なこととしては、はい、その負けちゃったというところと、うん、まあそれにだからもう見ないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、うん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 、やっぱり何があってあのガンバ戦良かったのに、はい、なんで崩されたのっていうところは多分分からない部分もあると思うんです。そこの部分ちょっと解説したいなと、どうやってその後回復したのかっていうところを含めて話していきたいな、はい、そうですね、後半は良くなっていたところも確かにすごいあるというね。そうなんです、はいはい、でプラスじゃあそもそもじゃあ川崎は一体何をもってどうしたのってところがあると思うので、はい、今日はね、そんなところを中心にやりたいなと思います、うん、はいはい、ってことで、じゃあ、お願いします。じゃあ、こちら行きましょう。まずは、レビューの目次、こちらでございます。はい。6点ですね。うん、マリノスから中2日、川崎に何があった、うん、そして、絶好調な開幕戦だった鹿島、うん。そんな鹿島に何があった、うん、そして、鹿島、わずか一瞬、48秒です。で、混乱させた、立花田健人さん。うん、はい。あと失点ね、1失点目のところ、関川選手が多分ね、ちょっといろいろ挙げられるかなと思うんですけど、はい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 、実は彼の問題ではないんだよってところもちょっとお話ししたい。で、後半に、まあ、中村選手、三沢選手投入して鹿島は良くなりました、うん。一体それは何でだったのか。はい、あとは、川崎は逆にそのね、中村、三沢投入後、逆に言うと得点をすることができませんでした。うん、だったんだけど、実は良かった点たくさんあるんだよって話を最後に。できたらと思いますので、はい、わかりました、お願いします。よろしくお願いします、はいはい、ではまず最初の部分いきましょうか、うん、はい、いわゆるね、何が良くなったのとか立ち位置のところとか話してきたので、うん、まずはこちらご覧ください。はい、はいはい、まあ、うん、まずはって言ったんですけど、はい、あのこれからまあ長々とその後もいろいろあるんだけど、はい、まずは皆さん、あの、うん、このシートで話すことがほぼ試合のすべてでした。え、今から最初の、はい、はい。説明していきます。はいはいはい。あの、鹿島の皆さんごめんなさい。実は僕、0分48秒で川崎が勝つと思いました。理由を話していきたいと思います。はい、はい。川崎に関しては、うん、まあね、あの、まあメインのメンバーこれ見ていただければなんですが、うん、まあ思いっきり変わったところとしては、センターフォワードに知念選手が入ったこと。はい。で、左ウィングに、まあ、ゆう小林。うん。あと、左サイドバックに大卒ルーキーの佐々木選手が入ったよっ、ね、うん。はいはいはい。で、鹿島は、まあ、脳震盪もありましたけどね、戻ってきた関川選手ってところがちゃんと入ったぐらいで、はい、あとは開幕戦と同じメンバーでした。で、ここからいろいろやりたいのが何かというと、うん、あの、48秒って本当にあの、キックオフ後の48秒って話なので、うん、一体何があったのかを話していきたいと思います。聞いてからちょっとまた見てみますね。これ、振り返りやすいから、はい。はい。何があるかというと、はい、あの、ガンバ戦では皆さんなんとなくあるかと思いますが、うん、というか、鈴木優真選手が、ずっとあの、左サイドにしか最近いないっていうのがあるんですよね。うんうんうん、基本的に、はいはいはい。それは何かというと、はい、鹿島の皆さんが左から攻撃したがってるっていうのがあるんですよ。うんうんうん、安西選手がこう、ぐーっとサイドバックじゃない位置まで上がっていく。はい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 、で、荒木選手もいる。で、そっち側にピットカー選手もいて、優真選手もいるから、要は、2、3人しか本来いないはずのポジションに4人いるんですね、鹿島。なるほど、はい。で、左側で回していきたいっていうのが構図としてある。はい。で、その左側で、こう、人数というかね、あの、いわゆる最初ね、攻撃していくための時間を作るために、うん、鹿島は、あの、ボールは、キックオフしてから、まず、右側にボール流したんですよ。うん。常本選手にボール行って、みたいなところ、うん。キックオフは鹿島ボールで始まったのね。そうですね。うん、で、結局、小林優選手がこの常本選手にプレッシャーかけて、うん、そのまま右サイドで自分たちが攻撃できないから、常本選手は関川選手にボールを回し、関川選手はロングボールでこのね、黄色の位置のところにギャーンといきなりボールを渡していくことになります。うんうん、鹿島としては、それを自分たちでやってるつもりではあるんですけど、うん、これをやったのは川崎のプレスだったかなと、僕は感じました。はい。もう試合始まってんですよね、この話。試合始まってます。はい、はい、はい。常本選手にボール回った時に小林優選手がもう早速もうプレス行って、自分たちがもうね、うん、鹿島のこの右サイド側でボールを回せないこと分かってっていうこと時点で、はい、うん、川崎としても今から、鹿島が左サイドで攻撃をしますっていう風にするための合図だったんじゃないかなと思っていて、うんうん、はい、実際にそのボールはこう左サイド側回るんですけど、ここの構図がすごかったんです。はい。話していきたいですね。うん、で、やっぱり予想通りというか、安西選手、ピトゥカ選手、そして荒木選手、鈴木優真選手の4人がこの黄色い、まあ、地帯に現れることになるんですけど、うんうん、なんかよく見てみると、全員、川崎の皆さんももうそこに対応するような選手たちが揃ってるんですよ。うん、
もう、なんか鹿島が左サイドから来ることをどう考えても分かっていたかのように、すでに待ち構えた状態。うんうん、だからボールが来て、本来だったらね、安西選手が上がる、鈴木優真選手も上がる。で、あとは、それで二人でこう相手のディフェンスラインを混乱させた後、荒木選手が中にこう突破してきて、上田選手にボールを渡し、そのままシュートに結びつくっていうのが鹿島のやり方でした。はいはいはい、なんだけど、鹿島はちゃんとボールを回そうとして、最後荒木選手もしくは鈴木優真選手が中にギュンって入ろうとした時、まあこの瞬間は荒木選手じゃなくて優真選手だったんですけど、うん、もう最後の門番として、立花選手がそこに控えてたんですね。それぞれが1対1の状態で、だけどそれでパスで回して、はい、俺ら抜けましたってなった瞬間に立花選手が現れてボール奪ったんですよ。ほう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 。で、この瞬間に、うん、明らかに表情が変わった男がいたのが、はい、いて、それが荒木選手でした、うんうんうん。なんかおかしいぞっていう。うん、で、そこから結局立花選手がボール持った後、まあ最終的にはね、そこから15秒ぐらいのところで脇坂選手が、まあね、ペナルティーアークぐらいのところからシュート放って、うん、いわゆるゴールキックって形になるんですけど、うんうんうん、はい、そこのゴールキックのところで、いわゆるあとね、関川選手のあのミスと、うん、ミスみたいなものが生まれるって流れになるんですよ。はいはいはい、なるほど。はい。そういう2分間だったわけですね。そうなんです。うん、これが最初の立花選手が奪うまでのところが約48秒ってところなんですが、うんうんうん、これ以降、左サイドで攻撃が成功することはもう、鹿島、ありませんでした。ほう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 。もう、立花田くんがほぼ潰したっていうようなもんですね。もう、この段階で。もう、いわゆるもう、みんなが、川崎は、この黄色い地帯で揃ってる。鹿島は何人が来たとしても、最終的に中に入ってくるっていう構造でやってくることは変わらないから、最後に立花田くんが潰して終わりっていうのが、もうほぼ起こっちゃったと。もう、これは試合が終わるまで立花選手が効いてたという。まあ途中で45分でメンバー変わるので、まあ前半45分間ってことになりますけど、45分間左が起動することはもうありませんでした。鹿島はこれには対応できなかったってこと？最初できなかったですね。というか、最初そこで立花がおかしいぞって気づいたのはおそらく荒木選手だけだったかなと思いました。で、その後何かがおかしいっていうふうになるんですけど、この立花はね、ほとんど何もできなかったって、やっぱ解説でも言われてましたもんね、鹿島に関しては。はい。そうなんですよ。で実はこの時もう立花選手で奪って、はいはい、で、なんでもう左サイドの戦術全部崩すことにはなるんですけど、うん、この時の鹿島の立ち位置もちょっと荒っていうところがあったんです。うん、ミンテ選手がこの、いわゆる一番サイドのレーンにいたんですけど、はい、左のサイド、このハーフスペースのところにもう関川選手がいて、うん、残り3レーン全部常本選手が見なきゃいけないっていう構造になっちゃってて、ほうほうほうはい、センターバックが、あれなんでここ二人いるのっていう状況から、うん、おそらくは、ミンテさんっていうのは結構ボールサイドに来やすいっていうのがもともと札幌時代、名古屋時代とかからもあるので、ほうほうまあ多少しょうがないのかなと思うんですけど、はいはいはい、もうそれで最後、関川くんと真ん中、常本さん二人になったら、結局関川対知念、うん、そしてあと、小林優がいたり、あとはね、うん、このチームはサイドバックも駆け上がってくるから、はいはい、最終的にはこの3対2みたいな構造が川崎は多分生まれるんだろうなと思っていて、はい、あとは奪って最後はこの3対2で決めていくっていうのは川崎だと思うから、最初から常本くんと関川選手を真ん中におびき寄せるために、この左サイド、鹿島の左サイドを潰して自分たちで点取るぞっていうのが流れだったのかなと思われました。それをやってきたのが川崎の準備だったのかなと思われます。なるほどね。そうなんです。右から熱く来るのが分かってるから、立花が含め人数をそこにかけてしか奪って、うん、左右で優勢取り返したところ、左の数的優位で点取ろうと、うん。やっていたっていうところがありました。ね、で、これは戦前からの組み立てなんですかね、両チーム。おそらくはそうだと思いますね。鹿島はそれでやることが分かったし、川崎もそれで潰しに行った。はい、よく分かりました。はい、そこで立花選手の能力もすごい生きたってことですね。そういうことですね。はいはいはい、で、そこから約1分後ですか、うん、こちらでございます。ドン、うん。これがあれですね、関川選手がボール持ってて、いわゆる川崎の得点シーンになったところでございますと。はいはい。で、この時、まあ先ほどちょっとね、目次でも言いましたけど、うん、いわゆる関川選手だけの問題じゃないっていうところの、このビルドアップからも実は分かることがあります。はいはいはい。これ今ね、関川選手がボール持って、まあいわゆる直後に知念選手がボール、知念選手にボール奪われてしまうってこと形になるんですけど、うん、はい、実は関川選手がボール持った瞬間に、今どこに何をすればいいのかっていう指示をちゃんと出したのは、うん、菊池選手だけだったんですよね。うん、指差ししてましたね。なんかさっき見直しましたけど。そうなんです。うん、
で、この瞬間ちょっといろいろ見てもらいたいんですけど、うん、要は関川選手がちょっと出しどころで困ってる状態ではあったじゃないですか、はいはい、もう見るからにというか、もう樋口選手がバックパス戻した時点で知念選手走り出してましたね、関川選手の方に。そうなんですよ、うんうん、だからその状態って普通であれば例えば常本選手がこう戻ってくるとか、もしくはあの真ん中の方でこのセンターの、ね、フォワードたちが呼び込んで俺らによこせみたいなことを言うとか、まあ、いろんなことはあるんですけど、結局もう上田さん、ゆうまさんも谷口さんと山村さんにある意味ロックオンされてる状態、多分関川選手からしたら出したとしても確かに自分たちのボールになるかもしれないけど、うん、長く切れるような前合いでもなかったですよね。そうなんですよ、うん、なんでもう前の2人はもうなくて、うん、じゃね、身長もちっちゃいから荒木選手にこうミドルパスみたいなこともやっぱりないし、うん、地上戦で出そうとしても知念、チャナティップ、立花田、脇坂全部超えなきゃいけないので、ね、はいはい、無理でしょうと、うん、で佐々木くんが土井選手を、で小林優選手が常本選手をずっとも監視し続けたからこっち側もない、うん、でミンテ選手、ピトゥカ選手だともう家永選手がもう周りに入ってて、うん、そうでしたね、もうピトゥカ選手しか僕ないと思いましたけど、うん、ね、家永選手がちゃんとそこは来てたもんね。そうなんですよ、だからもうこれ無理だなと思いました。なんで関川選手がもしピトゥカ選手出したとしても、うん、今この状態でしたが、もっと危ない、もっと危ないとかね、そう、うん、こういう受け方になるので、次の瞬間にはもう橘田君だったり脇坂選手も来ちゃうから、うん、なんなら5対4みたいな構造が真ん中で生まれちゃうので、はい、怖いからしょうがないので樋口選手に出そうとするところも、うん、知念選手は多分もう分かってて奪ったんだろうなっていう、うんうんうん、だから家永選手の動きも大きいですよね、うん、これはね。そうなんですよね、うん、だからもう出すとしたらここみたいなことを、ある意味では鹿島も限定されていたし、川崎は限定できていたってところがあるから、おそらくもう最初の用意周到な準備の段階で決まっちゃってた部分もあるのかなと思いました。まあだからやっぱり一つ言うんであれば、じゃあ誰かこう声掛けとか近くに行くとかっていうことは必要だったのかもしれない。ちょっと見直すと確かに関川選手かわいそうなところもあったかなっていう。そうなんですよ。しましたね。うん、うん。で、実はこの後は、関川選手じゃなくてかわいそうになってくるのが、まあこれ、鹿島さん悪口では全部ないですからね。構造上の話ですけど、うん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 、実はこの後より大変になってしまうことがあって、うん、全部ね、この失点の後ですけど、うん、大体起こるのがこんな感じなんですよ。全体で言うと。ユーマ選手、上田選手は結構前にいて、まあ、安西選手も結構前にいたりすることになるんですが、うん、要は、ポジション的に言うとみんなもうこんな状態っていうんですかね。うん、要は、前は前にいる。はい、右は右にいる。はい、まあ、安西さんは左にいる。うん、で川崎が真ん中にいるって状態で、うん、要は、真ん中がもう、ガランドみたいな状態、うん、で立花田選手がそこにずっと君臨してるんですよね。これやっぱその守備範囲なり威圧感みたいなのもあったわけですかね。おそらくはどういうとこでもらいたいっていう立花田、そういうことだと、うん、思うんですよ、はいはいはい、でそれを表した図がこちらになります。はい、はい、こちらでございます。ドン、うん、ですね、これは13分、わかりやすく13分40秒っていうシーンをちょっと見たんですが、立花田選手の守備範囲多分これぐらいあるんじゃないって表したのがこの水色です。これは僕先生のツイート印象的でしたね。はい。うん、異常だなと思ったのが、この13分40秒から44秒のところまで、うん。ものすごい同時に立花田選手がすげえことをやってたという話ね。そうなんです。はい。実は試合内でも何回もあるので皆さん見つけてみてほしいんですけど、はい、一例で持ってきたんですが、うん、立花田選手はボールを持っていた樋口雄太選手に、うん、いわゆる監視するんですよね。うんうん、目でいわゆるチェックする。で、樋口選手もどうやら立花選手見てるんですよ。うん、まあ、それもしかしたら奥にいる荒木選手に出したかったからかもしれないんですが、立花、うんうん、田君としては樋口選手を目で監視し、うん、背中でパスコース荒木選手を切って、うん、なんとなくチラッと見ながら指示を出してるんですね。この佐々木選手に、うんうん、常本の前に行け、そっちにパス出すぞみたいなところ。うんうん、で、樋口選手はその4秒の間の2人の目の交わしの中で、あ、これは無理だと察知して、うん、バックパスを結局することになって撤退するって流れがあるんですよ、うんうん。なるほどね。うん、はい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 。なんでいわゆる荒木選手のことやってるわけだ。そうなんですよ、うん、でこういうシーンがいくつかあって、荒木選手や樋口選手、ピトゥカ選手が、うん、この立花選手がいるゾーンだとパス交わせないぞってことがだんだん分かってくるんですよ、うん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 、ってのもあって樋口選手やピトゥカ選手はセンターバック近くに落ちていかないと、あ、俺らパス回せないってことが分かって後ろに降りていくし、うんうん、やっぱ攻撃陣は前行かないと手取れない。孤立しちゃうわけだね。そうなんです、うん。なんで中盤が空洞化して、もう立花田の世界が始まったっていう。なるほど。守備範囲っていうのは総力とか、うん、ね、足の速さだけじゃないってことなんですね。これ目線一つ。そうなんですよね。体の角度とか。
そうなんです。守れる範囲がそんな広くできるもんなんですね。そうなんです。あと川崎の選手も立花選手を意識してるから連動できるっていうところもあるわけ。もちろんですね。しかもやっぱりこの、鹿島においては、それこそまさに皆さんも、ここ2年間ぐらいほら、沖選手がゴールキーパーやってたじゃないですか。うん、で、彼がほら、ビルドアップの起点になることもあった。はいはいはい。ですけど、スンテさんの方が、いわゆるセーブにはうまい。で、ビルドアップうまいのは沖さんだってところが、はい、で、センターバック見ても、関川、キム・ミンってよりかは、やっぱり樋口、ピトカの方がやっぱりうまいので、後ろ3人がやっぱり防波堤になりつつ、やっぱり攻撃を企てるのは、樋口、ピトカだってところがあったんですよね。はいはいはい。で、この二人がそれぞれ VS 立花だっていうところであれば、まあ数的優位も含めていけたんですけど、基本的にチャナティップさんが樋口さんを、そして脇坂さんがピトカさんをまず見た上で、彼らは一枚剥がした状態で次に立花田が待ち構えてて、それ超えてようやっと上田優馬にボールが渡れる状態だったので、なるほどね、この構造を変えないうちは、なかなか得点は難しかったのかなっていうのが鹿島です。だからこそまあサイド周りにこだわらずざるを得ないっていう展開にもなってたわけですね。そうだったんですね。はあはあ、で、ちゃんと皆さん鹿島の話は後半しますので大丈夫ですよ。ね、修正後の、はい。はい。で、一応2点目の話も先にしておきたいんですが、川崎。うん、こちらでございます。はい。急にフィールドがでかくなりました。17分のシーンですね。はい、そうですね、うん。佐々木選手の初得点のシーンでございます。はい。実はこれ、セットプレー、この試合3回目のシーンでございます。はい、得点が生まれたのは、ね、はい、そうなんです。で、この瞬間というかずっとそうだったっていうのがあるんですが、まあ一応話しておくと、はい、脇坂選手が蹴った瞬間に何が起こるのかというと、実はこのシーンのゴール決めたのは佐々木選手なんですが、実質 MVP だなと思ったのは僕は小林優選手と家永明宏選手の2人です。へえ、はあ、はあ、何が起こるのかというと、はい、なんかすげ、僕としてはこの家永選手と佐々木選手がもうファーにいたので、ぶっちゃけ脇坂選手がファーに蹴ったりとか、もしくは谷口選手や山村選手がニアでフリックしてファーに飛ばしちゃえば、もう送っても家永、佐々木 VS 安西しかいないから、数的優位で川崎が絶対点取れるって僕は思ったってのがあったんです。これ最初の立ち位置の時点でそう思ったってことですもんね、先生とね。そうなんです。たまたま僕とね、ライブでラインしてて、言ってましたもんね、決める前に。そうなんですよ。はい。ただよく見てみると、しましたけど僕ありがとうございます。ただよく見ると川崎もっとすごかったの、マーさん。はいはい。皆さんも。はい。MVP だと思ったのはこの家永さん。何をするか、はい。脇坂さんがボールを今から蹴りますの助走した瞬間、小林優と家永明宏が、いわゆるニアサイドにダダダダダダッと走ります。はい。で、そのニアサイドに走るきっかけになるのは谷口選手が関川選手を連れて、ニアサイドに行くってのがきっかけではあったんですけど。ああ、なるほど。開くわけだ、ちょっとね。そうなんです、うん。で、この空いたポジションに結局は山村さんが入っていくことになるんですよ。うんうん、なんだけど、奥からは小林優、そして家永明宏までもがこうニアに来るような動き見せるから、よく見てみると、ミンって、見てみよう。常本、はい、樋口、うん、ピトゥカ、全員ニアに来るんですよ。うん、はいはい。まあ、それは行かなきゃだよ、当然ね。ただ、はい、みんなが走り出したのを見て、小林優と、知念圭だけ、曲がるんです。まっすぐ行かなくて。なるほど。目線から切れた瞬間なんでしょうね。そう。で、はい、山村さんがニアでフリックした結果、よく見ると1対2どころか最終的には、佐々木選手決めたけど、構造としてはなんと1対3。これは山村さんが流した瞬間にね、確率としてはだいぶ数的優位だから決まる確率が高いってことなんですね。そうなんですよ、ね。狙い通り、これは川崎。狙い通りでしょうね。で、しかも3回目なんですけど。はい、その伏線についても聞きたいですね。そう、ほぼね、はい、3回とも同じことやってるんです。いや、ファーに蹴ってみる、ニアに蹴ってみるみたいなことやってるんですけど、全員の配置が同じで、どう蹴ったら相手誰動くかなってことをやってるんですよ。あー、なるほど。川崎は同じ立ち方を繰り返してた。蹴る位置は変えてたけど、その時に誰が誰につくかをその2回で知った結果、3回目で、このデザインプレイみたいなのが決まったわけだ。そういうことですね。だから1回目、2回目は、いわゆる研究のための捨てみたいなところがあったんじゃない？はいはい、もうコーナーキック深いっすね。これは深かったなと思いました。すげえ。うん。だから、もしかしたら、これちょっと、これ鹿島の皆さんがなんで勝てなかったのかって言われたら、はい、ちょっと逆で、俺、開幕して直後じゃないですか。うん、川崎の方が確かに中2日だったけど、うん、時間もなかったけど、うん、やっぱ時間がないからこそ、みんなこう、ドーパミン働いてる状態だったんじゃないかなと思ってて、中6日だった川島の方が、対策はできたけど、うん、なんだろう、体がまだついてこなかったみたいな方が、僕はあったのかなっていうところが、ね、ありました。ね、はい、はいはいはい。
っていうのがまあ前半で、まあ、面白いこの話。ありがとうございます。はいはい、一応後半の話もしていこうと思うんですが、うんうんうん、僕は後半結局ね得点は何も動かなかったんですけど、はいはい、この采配バトルが僕はお見事だったんじゃないかなと思ってます。はいはいはい。ちょっと見ていただきましょう。これはもう修正力ですよね。はい。これがだからペップと、うん、いわゆるだからプレミアとかブンデス、うん、ラリーガで起こってるんじゃなくて、はい、J で起こってるのが面白いなと思います。はい、見せよう。いきますよ、うん。はい。まず後半の立ち位置見ていただきましょう。うん、こうなりました。はい。うん、結局これね、ミサオケント選手と、うん、中村亮太郎選手が入りました。うん、鹿島ね、うん。それで構造としては、もともとダブルボランチだったピトカ・樋口がちょっと上がることになって、アンカー中村、はい、なんか、ボランチ、スリーボランチの左と右に樋口、うん、ピトカみたいな流れになりました。並び替えてきました。はい。うん、ただこれ、一番やりたかったことは、中村を入れるとか、ミサオケントを入れるじゃなくて、うん、一番立花田健人を怖がっていた男、うんうん、そして立花田健人をずっと見ることができていた男、荒、うん、木亮太郎を立花田の前につかせることでした。前半見てると、これ、うん、じっくり皆さん見ていただければなんですけど、荒、はい、木くんが、自分がボール持ってない時間帯、うん、めちゃくちゃ立花田くんばっか見てるんですよ。へずっと、はいはいはい。おかしいぐらいに。うんうんうんで、樋口選手も自分がちょっと遠目にいるときから、立花田がどこにいるのかってことをすっごい見てるんですよ。うん。画像を見ててそんなわかるもんなんですね。何回もなんか僕見返しましたけど、すごい。はい。明らかにおかしいんですよ、もう。はいはいはい。あんたたちボール見なくていいのって思うぐらいに立花田くんばっかり見てるんで、うんうんうん、皆さんちょっと見ていただければなってところがありました。はい。で、これ解説の方とかもね、いろいろ実況の方とかもおっしゃってましたけど、うん立花田をどうにかしない限りはこの試合どうにもならないみたいな話があったと思うんですが、そこにやっぱ対策したのはこの荒木のもう密着ガードですね、はい、でこれによって例えばピトカ樋口の一列手前にいわゆるセンターバックから受けるって役目に中村亮太郎選手が入ったので、はいはい、ピトカ選手樋口選手は一個仕事がなくなったんですよね、はい、これが一つ大きかったじゃないかな、うん、そして立花田選手がどこにいるのかってことを荒木選手が常々こうアラート出してくれる状態になったので、要は立花田、脇坂、チャナティップのところをもう荒木、ピトカ、樋口の3人で抑えられるようになったから、多少中盤の構図の鹿島は楽になった、うん、立ち位置的にはめに行ったってことですね、マンツーということでございます。同数同型で、はいはい、ということでございます、はいはいはい、そこがまあかなり良かったってところなのと、はい、僕はもう一個あるかなと思うのが、はい、実は前半からあったね、常本選手が優選手ね、ここやり合ってるみたいな話しましたけど、まあさ、皆さん覚えてる、うん、?1 年前の5月30日でしたっけ、あれは、うん、31日でしたっけ、ほう川崎対鹿島の試合が去年もあったじゃないですか。はい。アディショナルタイムの最後の小林優のゴールで決まって逆転勝利になった川崎のあの試合。うん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 、最後、ね、優選手でゴールが決まることになったけども、はい、その前ずっと右サイドで川崎を抑えまくってたのが常本選手でした。はい、はい。彼がクロスを許したのはたった1回。はいはいはい。その許したクロスに優選手に決められてしまう。なるほど。だからで、その2試合目の方は実は常本選手、ベンチでもできなかったのがあったので、リベンジマッチだったんですよね。そういう伏線も見てたわけですね。おそらくは、あったんじゃないのかなと思っていて。はい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 。だからこそ、常本選手は優選手を絶対に離したくなかったんだなっていう、うん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 、そんなこともありました。自分の成長証明、存在証明でもあるわけだもんね。そうなんですよね。しかもシーズン滑り出し、うん。取っていこうっていう意味でもね。そうなんですよ。はい。でもなんか彼の仕事はそれでもやっぱ大きくて、うん、これのおかげで、いわゆる小林優選手をできる限りは、封じることができたから、うん、左サイド一個崩せたんですよね。うん、で、ね、もう中盤の方々もまあ崩し合えたっていうところがあるので、まあある意味この試合残りはある意味浮いてる中村 VS 川崎のサイドバック組みたいなところになったのかなっていうのは、構造上はありました。うんうんそういうことになるんだね、うん、でだけど、うん、もうねそこに対して中村亮太郎や三沢健人を入れることによって配球できる人がピトカ並びに荒木樋口以外にも増えて、うん、いわゆる左サイドからだけの攻撃みたいなことも鹿島なくなって新しいことができるようになったから、うんうんうん、完全に変わりましたよね。そうなんですよ。で前線にピトカ選手がやたら上がるようになったなっていう印象があったんですけど、あれはそうですね、うん、結局はやっぱり元々は絶対こうね、うん、やっぱ樋口選手なんかもそうですけど、うん、仕事が後ろにこう詰まっちゃったってところがあるから、うん、だけどそこを中村と三沢健人やってくれるようになったので、はいはいはい、もうちょい自分たちがこう前にこう出せるようになった、うん、これ川崎としてはちょっとやりにくくなった。そうですね、うん、で結局ピットカー選手とかもね、いわゆるサイドバックの選手とかで抑えなきゃいけなくなる瞬間とかも出てきたので、うん、
まあ、その中で佐々木選手の後でね、足つっちゃうみたいな感じがこう出てくるところもありますけど、うん、で最終的にフォーメーション的には僕はこうなったのかなと思ってます。こちらでございます。はい、全員これ、川崎も鹿島も、全員選手交代が終わった82分かな、うん、はいはいはい。の状態がこんな感じかなと。なるほど。うん。はいはいはい。思っていますと。うんうん、で、これで、だから、インサイドハーフっぽくなった、まあ、樋口&ピトゥカがいて、うん、まあ、綾瀬とかがね、下がって、まあ、エベラウド、ソベノが入ってきて、みたいなと。ビハインドですからね、当然行かないといけない。うん、はい。そうなんですよ、うん。で、これ、最初の、ね、ちょっと最初のシートちょっと見ていただければな。はい。一回戻しますね、うん。こちらでございます。ドン。まあ、ちょっと、みんなメンツというか、場所入れ替えちゃったから分かりづらくなった人もいちゃうかもしれないんですが、もともとの鹿島がやりたいことは、先ほど言った通り、ユーマ、安西、荒木、ピトゥカラで、左サイドを攻略して、誰か一人が真ん中に脱出し、その真ん中の裏は樋口くんが固めつつ、あとは真ん中に抜ける綾瀬と、あと右サイドでサポートする土井、または常本がいるってのが鹿島のやりたいことでした。はい、はい、はい。これを川崎に全部崩されてしまうってところがあったので、うんうん、で、左サイドはずっとユーマ、安西だったから、この攻撃もいつかできるんじゃないかってことを見越しつつ、鹿島は川崎相手に新しい布陣を敷いてきたっていうのがこちらだったんです。また戻します。うんうん、こちらでございました。はい。いわゆる右サイド使ってきたんですよね。川崎がね。あ、ごめんなさい、鹿島のね、うん、広瀬と、はい。ああ、そういうことね。はい、左サイドを安西とユーマそのまま残して、はい、ピトカも左だから、はい、いつかこの左サイドのメンバーでやりたいってことも想定しつつ、うん、ソメノと広瀬を入れることによって、その間に樋口も立たせることによって、右から攻撃するよってパターンだとかってことも、クォーター選手含めて作ってきたってところはあったのかな。なるほど。はい、はい、はい。うん、なんで、川崎としては、やっぱり左サイドの鹿島の戦術作れた、を壊せたのは良かったんだけど、うん、新しいこと、三沢健人入れてきたり、中村亮太郎入れてきたり、で、それに対する対応で、いろんな選手ね、入れて対応したり、で、あとはエベ入れて、染野入れて、広瀬入れてっていう鹿島が何回も違うパターン、違うパターンを何個も何個も岩政コーチが出してくるもんだから、うん、川崎がある意味後手を踏んだというか、それで対応する、対応する、対応するって形になったので、それでね、攻守の夜。岩政鬼木の、そう。何さ、将棋があったわけですね。そうですね。途中から出して出して出してっていうやり方をやってきていたのかなというところ。対応の駆け引きも楽しめたゲームではあったってことなんですね。そうなんです。へえ、いいですね。うん。で、やっぱりこれが 0-0 で終わった、後半だけが 0-0 で終わった理由っていうのは、うんうん、やっぱりまだ、いわゆるお互い戦術を全部見せてるわけじゃないじゃないですか。うん、うん。まあ、やっぱ2節3節なので。はいはいはい。だから知らなかったこともたくさんあるし、なんなら川崎からしたら中村亮太郎選手、この日 J1 デビュー戦なので。なるほど。なんならほぼ知らないです。うん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 。で、染野選手とかね、広瀬選手もこう、スタメンで出てきたわけではなかったから、それにこう、うまく対応して、はめてったってところが。バータリ的にね、次入っていく、お互いってことだったんですね。そうなんですね。今後に関しては。はい。なんでこれが、いわゆるセカンドバトル、次またね、川崎ホームでやるときにどうなるかってところに注目したい。その頃はね、チームとしてどういうのがね、うん、メインのやり方になってるのかもあるし、はい、お互い知ってる見られてるわけですしね。そうですね。そこを見ていただければと、思いました。はい、ありがとうございました。以上でございます。面白かったです。ありがとうございます。ということで、うん、またちょっとやってください。いろいろピックアップして。はい、というわけで、ミロアカはね、毎日やっております。いろんな動画を上げておりますのでね、このクレイジーチャンネル、かっこ褒め言葉、ぜひね、よろしくお願いいたします。お願いします。チャンネル登録、高評価ボタンで応援してください。メンバーシップやってますよ。ということで、ありがとうございました。概要欄、いろいろ見てみてくださいね。井上真央でした。おぎりさとでした。先生、皆さんありがとうございました。それではまた明日。